ドイツ国防軍は1935年から1945年にかけて存在したドイツ国の武力組織である陸軍、海軍、空軍の3軍の総体を指す。ナチスドイツ体制下において国家唯一の武装者と規定された存在である。1935年3月16日、ドイツ再軍備宣言による徴兵制の再施行と共に発令された。 国防軍建設に関する法律により、旧来の国軍は国防軍に解消された。総兵力は50万人となり、その後も多額の軍事費が投じられ、拡張と近代化が進められた。1939年のポーランド侵攻直前の兵力は318万人と世界でも屈指の規模であった。 第二次世界大戦においては連合国と戦い、当初は大きな勝利を収めたが1942年頃から徐々に退潮し、1945年5月には無条件降伏を行い、1946年8月20日に正式に解体された。国軍時代の秘密細部装第一次世界大戦に敗北したドイツでは帝政が崩壊したが、 陸軍参謀次長のビルヘルム・グレーナーは、ドイツ社会民主党のフリードリヒ・エーベルトと密約を結び、共和国への支持の代わりに、陸海軍の存続保障を得た。1919年3月6日に、軍は、ボーロフィジェン・ライシュベールとして再建された。1921年1月1日には、ライシュベールと解消している。日本語では、 バイマル共和国時代の軍隊である点を強調して、バイマル共和国軍と訳し分けることもあるが、ライシュベール時代も国防軍と訳出されることがある。グレーナーの協定があったにもかかわらず、軍内にはパウルフォン・ヒンデンブルク元帥をはじめとする、帝政支持派が多く、共和制とは一線を画した存在であった。1920年に陸軍統水部長官に就任した、 ハンス・フォン・ゼークとは、軍の政治的中立に重点を置き、装備の充実を図った。この政党から挑戦とした軍は、国家内国家と呼ばれることになる。ベルサイユ条約の軍備制限条項により、ドイツの軍隊は、陸軍兵力を10万人に限定され、義務兵役制度も廃止された。気候面でも、参謀本部、陸軍大学校、 陸軍士官学校は禁止され、軍備でも、戦車部隊、重火器は禁止された。海軍兵力は1万5千人、戦艦6隻、巡洋艦6隻及び、駆逐艦12隻の保有のみが認められた。また、航空戦力の保持は禁止された。軍を離れねばならなかった。旧軍人は巷股にあふれ、社会的に不安定な要素となった。軍は、 ベルサイユ条約の規制をかいくぐって、軍備の維持、向上をもくろんだ。参謀本部は、兵務局に偽装して存続させ、将来の拡充を見越して、歌手間に、昇降レベルの教育を行った。また、ドイツ牛軍などに偽装した形で人員の確保を行った。また、赤軍の協力を得て、ソ連国内で秘密裏に航空機、戦車、 科学戦闘の訓練施設を設け、将来の再軍備への準備を怠らなかった。戦闘機を旅客機、戦車を農業用トラクターと称し、郵便配達人の自営用との名目で照準を開発するなど、あの手この手で軍備を整え技術を高めていった。この結果世界初のジェット戦闘機、メッサーシュミット目262、 アサルトライフルの始祖、STG-44、初のミサイル兵器、V2 ロケットなど当時としては、画期的な兵器が数多く生み出されることとなる。ヒトラー政権下の軍拡1933年、アドルフ・ヒトラーが首相に就任した。ヒトラーは生存権の確保を唱え、軍事を極めて重視していた。2月3日には、 ハンマーシュタインエクボルトヘーム局長宅で開かれた会談において軍首脳に再軍備を約束している。また2月8日の閣議ではあらゆる公的な雇用喪失措置助成はドイツ民族の再武装化にとって必要か否かという観点から判断されるべきであり、この考えが何時でもどこでも中心にされねばならないべてを国防軍へということが 今後4から5年間の市場原則であるべきだと言明するなど、ナチス時代の経済政策はすべて軍備増強を念頭に置かれたものであった。新たに設置された航空省はヘルマンゲーリングをトップとし、空軍の再建が進行していった。国家予算における国防費も1932年には6億3000万、ライヒスマルクであったが、 1933年には7億4600万、ライヒスマルク。1934年には19億5200万、ライヒスマルクと急増している。さらにメフォ手形などの秘密手段によっても資金が調達され、1934年だけでも40億9700ライヒスマルクが軍事費として投じられている。1941年に、 海軍財政局は1933年以降の状態を解雇して困難がなかったわけではないが常にほとんど無制限に提供されたとしている。1935年3月16日にベルサイユ条約軍備制限条項の破棄が宣言されると軍はライシュベールからベアマハトへと改名される。陸軍、海軍の名称も下記のように改名され。 空軍の存在も公式に定められた。三軍の最高機関としては、陸軍総司令部、海軍総司令部、空軍総司令部が設置され、それぞれに総司令官が置かれた。また、陸軍の参謀本部も兵務局から解消して、復活した。さらに5月21日には、諸葛官庁である、国防省は戦争省へと解消されている。 1935年5月21日に全38条からなる兵役法が施行される。国防軍の誕生とともに再軍備はいよいよ公然化し、1936年の総軍時費は102億7300万ライヒスマルク、1938年には172億4700万ライヒスマルクに達した。国民総生産に対する割合は、 1936年で15.7%、1938年には21.0%に達している。バイマル共和国時代から、軍隊の最高指揮権は、国家元首の大統領に所在し、国防大臣に権限を委託する形式であった。ヒンデンブルク大統領が死去した後、ヒトナーはその権限を受け継いでいた。1938年、 ヒトラーの外交政策に反対する国防大臣ブロンベルク元帥と陸軍総司令官フリッチ上級大将にスキャンダルをでっち上げ失脚させた。ヒトラーは後継の大臣を指名せず新たにビルヘルム・カイテルを総長とする国防軍最高司令部を設け、自らはその最高司令官に就任することで国防軍三軍を直接指揮する仕組みを作った。 その後の国防軍の多くは、ヒトラーの政策に表立って反対することはなく、1939年のポーランド侵攻までの外交政策は概ね、国防軍も同意していた。1939年10月5日、ワルシャワで戦勝をパレードする、ドイツ国防軍陸軍海戦から1941年頃までは、優れた戦術と戦略で、 ポーランドやフランス、ユーゴスラビア、ギリシャなど連合国を圧倒し、ヨーロッパの大半をドイツの影響下に収めた。しかし1941年6月の独ソ戦開始以降、厳しい気候と赤軍の粘り強い抵抗によって次第に消耗していった。1941年の冬に陸軍参謀本部と司令部は交代を求めるようになり、 退却を許さないヒトラーと対立した。この時には、ヒトラーの判断が功を奏して、戦線崩壊を免れたが、ヒトラーに反対した、陸軍総司令官や参謀総長、多くの将軍が更迭された。ヒトラーは自ら陸軍総司令官を兼任し、独祖戦の指揮に強く介入するようになった。1942年のブラウ作戦はヒトラーが、 自ら対抗をかき上げたものであったが、構成は不十分に終わり、スターリングラード攻防戦では大きな損害を出した。また1944年にはノルマンディ上陸作戦により、ドイツは東西両面の連合国軍と戦うこととなった。陸軍元参謀総長、ルートビ・ヒベック将軍らは戦前から反ヒトラーグループを形成しており、何度も ヒトラー暗殺を計画していた。1944年7月20日、総統大本営において、ヒトラー暗殺とそれに伴うクーデターを実行しようとした。しかしヒトラー暗殺には失敗し、ベックラのクーデターの呼びかけにもほとんどの国防軍軍人は従わなかった。事件後には、親衛隊の追及が国防軍上層部にも及び、エルビン・ロンメル元帥らといった。 国防軍軍人が粛清され、国防軍はいよいよヒトラーに従属するようになった。戦局はさらに悪化し、1944年中には、ついに、ドイツ本土に連合軍が進行した。1945年5月7日には、国防軍最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードルが、降伏文書に署名し、5月8日には、国防軍最高司令部総長カイテルが、 降伏文書に署名、批准を行った。6月5日のベルリン宣言ではこの国防軍の降伏をもってドイツが降伏したと規定されている。ニュルンベルク裁判では、ナチ党指導部、新衛隊等とは異なり、犯罪組織としての認定は行われなかった。1946年8月20日。 連合国管理理事会が発出した連合国管理理事会命令34号によってドイツ国防軍は正式に解体された。1939年には38個師団58万人の兵力を持つ12軍団の編成がヒトラーから要求されていた。予備役の動員は1939年7月と8月に行われた。 1939年末に国防軍は470万人を招集していたが、1940年にはほぼ同数の410万人が再び招集された。人的資源が枯渇していたこともあり、その後数年で半減し1944年には130万人に達した。1939年から1945年の間に合計、 1> 約1700万人以上の男性が召集された。第二次世界大戦中には、ドイツ人以外の兵士、特に、東欧人の多くが、国防軍に参加していた。彼らが志願した理由は、その多くが、ソビエトのスターリン体制に反発するものが大半で、他には、ユダヤ人、ボルシェビキによる東ヨーロッパの支配を恐れていたからで、あるしかし、中には、 強制的に動員された場合もあった。ソ連領内だけでも約60万人の男性が補助部隊に志願していた。義勇部隊にはエストニア人、ラトビア人、ベラルーシ人、ウクライナ人、ロシア人、コーカサス人などがいた。ロシア以外の部隊は東方義勇部隊と呼ばれ、ロシア人部隊の多くはアンドレー・ウラソフ率いるロシア解放軍に参加していた。 国防軍内における外人部隊の兵士は全体の約5%を占めていたという。1938年3月にオーストリアが併合された後、オーストリア軍将兵はドイツ国防軍へ編入された上で、オーストリアにも徴兵制が敷かれ、ドイツ国防軍に招集された。同盟国のドイツ系民族は何万人も国防軍に志願したが、それ以上に多かったのが、 武装親衛隊であった。また、1万1600人のルクセンブルク人、強制徴用者、約10万人のアルザス人、3万人のロレーム人も動員された。外国人志願者は、インド軍団や自由アラビア軍団などの部隊で、ドイツ国防軍に参加していた。また、これら義勇軍は、ドイツと同盟関係にあった東欧諸国の軍隊と混同してはいけない。 独祖戦における作戦では、ドイツ軍の最高司令部の指揮下に置かれていたが、法的には、独立していた。ドイツ軍の伝統には、忠誠対象を明らかにする、忠誠先生が存在した。バイマル時代には、国家と憲法に対して、忠誠を誓うものであった。しかし、ヒトラーが首相となると、民族と祖国に忠誠を誓うものとなり、国防軍の成立直前には、 ドイツ国と民族の指導者であり、国防軍最高司令官であるアドルフ・ヒトラー個人に、忠誠を誓うようにと変更された。1935年5月1日国防軍は、軍帽と、軍服右胸ポケットの上に、主権紋章を表示することが決められる。軍帽の正明は、ドイツ国の国旗色である、赤、白、黒を円形にかたどっている。ドイツリーク軍。 ドイツ海軍ではその周りをそれぞれ銀と金の多くの刃で囲んでおり、ドイツ空軍は周りを羽でかたどっている。マサーキの上につくハーゲンクロイツをつかむ、ワシの衣装は、陸軍、海軍、武装死衛隊、空軍それぞれ若干異なっている。羽を広げたワシの紋章は、ローマ帝国以来、神聖ローマ帝国、現在のドイツに至るまで国章でもある。 国防軍無罪論とはドイツにおける、いわゆる国防軍神話の一角を成しており、ドイツ国防軍は国家元首であるヒトラーの命令に従っただけで、戦争犯罪に関する責任はないとするものである。これは、モスクワの戦いまで陸軍最高司令官を務めていたバルター・フォン・ブラウヒッチ元帥が、他の4名の将軍と連名で、降伏後にニュルンベルク裁判に提出した。 国防軍の役割を示した覚書にその源がある。そこでは、ドイツ国防軍は非政治的なヒトラーの道具に過ぎず、あくまでも国家元首に服従しただけであり、またユダヤ人やスラブ人に対する残虐行為は、あくまでもナチストーレイカの新衛隊によって行われたもので、ドイツ国防軍はドイツの国軍として通常の戦争を行ったに過ぎないとして、ナチズム体制と、 国防軍を明確に分離していた。西ドイツにおいては、1950年代に同様の認識を示すエリヒ・ホンマンシュタインやハインツ・グデイリアンの階層がドイツで出版されることでこのイメージは補強され、海外でもベージュルリデル・ハートが、ケシュタポや、新英隊の犯罪行為とは無縁であったという見方を表している。また東西ドイツにおける、再軍備による、 旧国防軍将校のドイツ連邦軍を呼び国家人民軍への復権がそれに輪をかけることとなった。7月20日事件に関与したクラウスフォン・シュタウフェンベルク大皿が検証される一方で国防軍はプロフェッショナルな集団であり政治には無垢な存在として捉えられていた。しかし1970年頃から 国防軍の戦争犯罪に対する研究が盛んとなり、またナチズムイデオロギーとの関係も研究されるようになった。ドイツ再統一後の1995年から1999年にかけて、ハンブルク社会問題研究所が、絶滅戦争国防軍の犯罪1941から1944と題したパネル展を開催した。このパネル展で、 国防軍が東部戦線においてユダヤ人の組織虐殺を行っていたこと、国防軍がヒトラーの道具ではなくパートナーであったことなどが主張され、ドイツを二分する激しい論争を引き起こした。連邦軍及び連邦国防省はこうした問題に態度を表明する必要に迫られ、1995年6月5日に、 国防軍展示会について内容はややラディカルなものの軍事史研究所の研究成果を踏まえているという評価を行っている。また11月にはフォルカーユエ国防省が国防軍は第三帝国の組織としてその頂点において部隊、兵士と共にナチズムの犯罪に巻き込まれた。それゆえに国防軍は 国家機関として、いかなる伝統も形作ることはできないと、国防軍について批判的な姿勢を示した。またパネル展の論調が、国防軍全体が、犯罪行為に関与しているようになっていたことは、批判を生んだ。ヘルムート・シュミット元首相は、私は、事実が、明らかにされ、道徳的な観点から判断がなされることには、賛成である。しかし、 はじめから1900万人すべてを一括して、中傷さもなくば、彼らの子供たちにあなた方の親には、罪があると信じさせるやり方では、展示の当初の目的を果たすことは全くできないと、批判している。1997年4月には、ドイツ連邦議会において、国防軍問題に関する決議を行う動きがあった。同盟90、緑の党は、 国防軍は国民社会主義システムの支柱の一つであった。国防軍は組織として国民社会主義の犯罪に関与したという決議案を提出し、ドイツ社会民主党や民主社会党の賛成を得たものの、ドイツキリスト教民主同盟の提出によるドイツ国防軍への従事者に対するあらゆる一方的、総括的な非難に対して断固として反対するという。 決議案が賛成多数で採択された。1995年8月にデアシュピーゲルが行った世論調査では46%が国防軍はナチスの虐殺行為に関与していたと回答している。2000年頃の研究ではホロコーストにおいても国防軍が何らかの形で関与していたことは明らかになってきているが純粋に組織的な犯罪集団であるかどうかに ついては、議論が存在する。2009年、ドイツの歴史家、クリスティアン・ハルトマンは、いわゆる、精錬潔白な国防軍という神話について、これ以上正体を暴く必要はなくなった。国防軍の罪はあまりにも、圧倒的であるために、これ以上の議論は、もはや不要であると述べている。ありがとうございます。